暖かくなって春本番。春妖精も飛び回る陽気だよね。解説をするゆっくり霊夢だよ。春ですよー。解説を聞くゆっくりマリちゃんだぜ。それよりも霊夢よく大丈夫だよな。何が？いや、前回メディスンから大量の毒を注入されただろ。そういえばそんなこともあったわよね。よくもまあ解説優先で、放っておいてくれたわね。そんなに怒るなよ。ちゃんと医者のいる永遠帝に連れて行っただろ。正直言って、連れて行ったのに医者もサジを投げる状態。いや、サジを投げたんじゃなくて、エイリンのやつ、なんで大丈夫なの？通常の人間なら致死量を超えてるわよ。そんなことを言いやがってさらに、実に興味深い、検体になってくれないかしら？なんて言いやがって。あれはマジモンの目だったぜ。お前のことをモルモットを見る目だったぜ。その時、たまたまいた、メイリン海王がいたんだよな。いや、あれは居眠り門番が治療に来たんだぜ。っていうか海王つけんな。それよりよく死ななかったな。メイリン海王の料理を食べた上に、14キロの砂糖水までいただいたから、霊夢復活、ってなったってわけよ。いや、エイリン曰く、ただ単にお腹が空いただけで、別段何ともない、って言ってたぜ。どういう体の構造と、どういう食生活を送っているんだお前。マリサうるさい。はぁ、しょうがない。解説に戻るわよ。今回解説をするの早まぶきだよ。ああ、霊夢の好きなやつだな。なんで好きだと言えるの？山吹ってウイスキー。酒だろ？あのさ、植物解説だよ。ああそうか、お代官様の好きな、山吹色の菓子でございます。ってやつだな。誰だって嫌いなわけないぜ。山吹色の菓子、俺も一度味わってみたいものだぜ。いや、普通の植物の山吹だよ。サンライトオーバードライブ？それじゃあ解説を始めるよ。山吹は、バラ目、バラ科、サクラ科、山吹属に属し、学名はケリア、ジャポニカ。学名にジャポニカとつくということは、原産地は日本なのか？その通りだよ。九州から北海道、日本全土に分布をし、中国大陸にも分布しているとされるよ。学名の由来は、19世紀の植物学者、ケリーさんの名前が由来とされているよ。同じく白い花を咲かせる山吹。白山吹の学名は、ロドテポス、スカンデンス。学名の意味はロドテポスが白山吹属を表し、ギリシャ語のローズ、バラと形から来ており、スカンデンスが、よじ登る性質、という意味を持つよ。ふーん。で、山吹と白山吹って何が違うの？山吹自体は、一属一種とされ、同じ山吹属とされる。山吹と、白山吹の違いは主に2箇所。山吹は花弁が5枚に対して、白山吹の花弁が4枚とされ、山吹の葉は5星なのに対し、白山吹の葉は大星となっている。一番の違いは何と言っても、花の色が違うことだね。花が咲かない限り、わかりにくいということになるな。まあ、そういうことになるね。山吹の英名は、ジャパニーズケリア。これは学名から来ている名前だね。白山吹の英名は、ブラックジェットビーズ。名前の由来は、白山吹の実がアクセサリーに使われる、黒色のガラスビーズに似ていることが由来とされているよ。山吹自体、一属一種と言ったけど、品種改良種があり、八重咲き、不入りがあるよ。次に、山吹の花言葉は、貴賓、崇高、金運、となっているよ。花が黄色ということもあるから、金運、とかになっているんだろうね。金運か。霊夢が好きな言葉だよな。金が嫌いな人間なんているの？金なんていくらあっても困らないじゃない。一度でいいから紙幣で明かりをつける。それぐらい金持ちになりたいものよ。カモン、バブル経済。お前みたいな奴が、バブル経済に飲まれるんだろうな。今のが山吹なら、白山吹の花言葉はどうなっているんだ？白山吹の花言葉は、最新の注意、貴賓、崇高とされ。最新の注意は、学名のスカンデンスの意味、よじ登る性質、が由来と考えられるよ。よじ登るか。普段から高所の作業を行う人にとっては、仕事そのものこそが最新の注意だが、俺たちのほとんどが空を飛べるから、注意と言われてもな。重力には逆らえないもんな。さて、次は育て方の話をするよ。山吹は直射日光が当たらない、半日半陽の場所を好み、土質は水はけの良い、肥沃な土を好むよ。開花が5月なので、開花後の6月に、観光性の化成肥料を与えるよ。前回のスズランと同じなんだな。誰かさんのおかげで、解説なんて聞いてないんだけど、増やし方は、株分け、挿し木、種まき、とあるけど、基
本的に株を購入できるので、株を買ってきた方が確実だと思うよ。植え込み時期は、暖かさの残る10月から11月。また、早春の2月終わりから3月とされ、落葉樹なので、葉を落とした頃がベストだと言われているが、寒さの強い12月から2月上旬は控えた方がいいよ。寒い冬の時期は、お外にいないでおこたでぬっくぬくだぜ。暑い中や寒い時期でも、働いている人がいるんだから、そんなことを言うべきじゃないんじゃないのかな？そうか？冬はこたつ虫になっている霊夢が言えるのか？剪定時期は落葉後の11月頃から行うが、基本的に剪定をしなくても自然的に形が整う。山吹の枝自体、1から3年で枯れ白い枝が残るので、それを取り除くのと、枝同士が絡むので密集しすぎない程度、間を作ってあげよう。また、バラ科の植物に言えることだけど、古い枝は花付きが悪くなるので、その更新として剪定を行うよ。バラを上手に咲かせるのには剪定が重要らしいぜ。そういうことなんだよね。山吹は病害虫がほとんどないが、5月からの晴れ続きで乾燥続きだと、肌にが出始めるのでそれが注意。葉の裏側に赤い点が見えたり、葉がモザイクのようになったり、綿のように蜘蛛の巣がかかっていたら、肌にを疑ってね。その時は殺虫スプレー噴射だぜ。残念ながらダニと虫は構造が違うので、殺虫剤が効かないこともあるよ。ダニに葉殺ダニ剤を使うといいが、葉の裏側にいるので、上からの散布では効力がほぼないよ。育て方は以上かな。解説もこれで終わりかな？山吹の話なんて、山吹色の菓子くらいしか話はないだろ。切腹も中に次ぐインパクト重視のお菓子よね。いや、そうじゃなくて、山吹というと太田道館の逸話があるよ。誰だそれ？室町時代末期、戦国時代の武将で、現代ある江戸城の元を作った人であり、歌人でもある、文武両道の人だよ。江戸城を作ったのは徳川家康だろ。それも正解だけど、それよりも前に、江戸城は、武蔵国を統治する拠点として築かれ、その後に家康が江戸城を大きく再開発したんだよ。その太田道館と山吹に何か関係が。そうか、初代山吹色の菓子をいただいたやつなんだな。羨ましい限りだぜ。全然違うし、太田道館と山吹の関係は、彼が武将としても歌人としても秀でた才能を持つ、そのきっかけを語るエピソードなんだよ。あるところ、太田道館が狩りに行った帰りに、人狩りに行っていたんだな。気持ちはわかるぜ。室町時代だよ。そんなのあるか。当時の武将や高いくらいの人にとって、鷹を使った鷹狩りや、弓矢を使った狩りなどは、一種の飛行であった。その帰り道、雨に降られたので、一軒の家で蓑を貸してほしいと申し出た。今でいうカッパみたいなものだよ。家にいた女性は一旦は戸を閉め、再び開けた時、一本の山吹を手渡した。ああなるほど、それで怒り任せに切り殺したんだな。あの貧乳剣士みたいに。そんな怖い流れにしないでよ。太田道館は、蓑を貸してくれ、と言ったが、その女性は何も語らず、山吹の花を差し出した。何が何だかわからず、女性の気迫に押され、その花を受け取り城に帰った。城に帰りなぜあの行動をしたのか考え、ある歌人に話をするとこのような歌を渡された。七重八重、花は咲けども、山吹の、実の一つだに、泣きぞ悲しき、と、このような歌を渡され、この時はっと気がついた。七重八重、というところから、お前よりこっちの方が大きいんだぞ貧乳が、ってディスってるんだな。まあ、ブチ切れ案件だぜ。なんでそっちの方向に持っていきたいの？この歌では実と実のおかげ、私の家には、実はありません、ということを伝えたかったんだよ。要は、白霊神社のようにど貧乏です。ってことは分かったが、それなら花じゃなくて言葉で伝えればいいんじゃないか？ただの貧乏じゃないわよ。製品なのよ。それに、さっきも言ったように、これはいつは、作り話で、あくまでも太田道館が、優れた歌人となったサクセスストーリーなのよ。原作は、定山奇談といって、江戸時代中期に成立した、逸話集が元とされるんだよ。それより、山吹って実がならないのか？育て方の部分でも、種まきって言ってたよな？それじゃあ山吹を題材にした歌と矛盾するぜ。実のならない山吹は八重咲きの方で、普通の山吹は実がなるんだよ。なんだってどういうことなんだよ木林。霊夢だよ。八重咲きというのは品種改良種であって、本来なら自然界では存在しない種だったんだ。そのため、花弁の量が増えたことにより、おしべとめしべが潰され、結果的に退化したんだよ。
それじゃあ太田道館に渡された山吹というのは？歌にも読んだように、八重崎の山吹だろう。ちなみに山吹自体、万葉集にも歌が編纂されるくらい古くから存在をし、七重八重と呼んだ歌は、平安時代中期に編纂された。御周囲和歌集に収録されていた歌なんだよ。太田道館が生きていた時代には、八重崎の山吹は存在していたんだよ。今回はこれで解説を終わるよ。どうだったかな？やっぱ花より団子だな。同じ山吹なら、山吹色のやつを頼む。それなら私だって欲しいわよ。魔法使いなら自分で生成しなさい。そして魔人として私にも渡しなさい。それじゃあさようならー。パチュリーと一緒に金の錬成を研究するか。まただぜー。